真も撮っていきますね。お二人いらっしゃるんですよ、こっちで。はい、じゃあ行きますよ。はい、チーズ。はい、OK です。バッチリです。はい。じゃあ、ツイキャスも OK ですね。はい、お願いします。それは遊んでみたい。でも、本当そうですね。さっき寒いと思って上来たんだけど、今すごい暑い。中は濃縮なんだけど、聞くたつそうそう、出てる脱いじゃったし。あ、ミセスオフィア、ワールドファイナル。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい、じゃあお願いします。はい、はい、こんばんは。1月24日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。はい、この美女の掟は沖縄や宜野湾に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは三津ゆりん。はい、2人で、あとリエとみっちゃんは、スイキャス参加、でよろしくお願いします。うん、ただね、さっきみっちゃんからも連絡入ったけれど、なかなか文字が打てないということで。あ、そっかそっか、聞くだけかもしれない。聞いててください。聞いてね。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、番組が始まる前に告知でタイムです。ゆり、何かありますか？あ、なくなっちゃったな。なくなっちゃった。私の方はね、先週もお伝えしたんですけれど、羽衣レディ33代目羽衣レディを、はい、募集してます。はい、これで、ネットの方でも、見えますか？はい、ネットの方でもね、出てるので、ぜひ募集よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私の方で審査してますので、よろしくお願いいたします。あ、みーちゃん、頑張ってる。指痛くない？大丈夫？ありがとうございます。はい、リエもお疲れ様です。雨降ってなかったけど。はい、トラモンさん、こんばんは。ルト。ユーリンちゃん、ミッツーちゃんということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジャガーさんも来た。美女のお二人様、こんばんは。はい、今夜もお二人ですが、来週はリエさんが参加するとするはずですよ。ですよ、きっと。きっと多分うちらにもね、うん、そういう予告は入ってきてましたので。はい、はい、さてですけど、先週はどう過ごされましたか、ユーリンは？はい、喋っていい？はい。はい、先週と言いますか、ね、22日、はい、土曜日ですね。はい、なんと、孫が誕生しました。はい、イエーイ。ありがとうございます。はい、何人目の孫ですか？4人目でございます。ほんと。はい。ね、うん、かわいい女の子が。女の子が、もう、どうしよう。まだ会ってないんだけれど。うん。あ、そうなんだ。そっか。まだ入院中。そっかそっか、うん。コロナだからね。そう。もう旦那さん以外、ね、はい、入れない、入れないので、うんうん。うん。もうしょうがないですよね。はい。はい。うん。で、孫が生まれましたって、うん、ちょっとバーバーだねみたいなこと言って、あ、もう4人目ですけどって言ったら、ってみんな驚くんですけれど、そんな私ちゃんと年取ってますからね。はい、そういうことです。あ、アリエもありが、おめでとうということで、ありがとうございます。トロボさんもおめでとうございます。あ、もうみーちゃんすごい、この拍手、じゃ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 んって、おめでとうございます。ありがとうございます。ジャガーさんもおめでとうございます。全然見えませんということで、あり
ありがとうございます。うん、はい、というか、あの美女軍団4人の中で、はい、孫持ちは私だけなんですね、考えてみたら。そうですね、うん、本当本当、みんなも頑張って、はい、はいはい、私の方はですね、先週、まあ、うちの母が母の畑、うん、なんかね、あのいろいろ、ハーブを植えてるんですね、うん、だから植えるのはうちの母好きなんですけど、よく聞きますね、はい、食べるのは私でだから結構いろんな、うちの玄関の前に持ってきてもいいですよ考えときますよろしくだからこの間バジルがねすごいいっぱいできてたので、うん、これをちょっとジューサーで絞ってっていう、うん、あのバジルをジューサーで、ジューサーで、うんうん、それをね、あの、うん、カレーにしました、うん、あのグリーンカレーえ、あバジルでグリーンカレーを作りました。あのいわゆるバジルカジャーするカレー、そう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 これはまた美味しそう、うん、美味しかったです、うんうん、やっぱり無農薬でね、やっぱり自分で作るとね、やっぱりいいですね、うんうん、はい、さっき野菜持ってきていいよって言ったんですけど、うんうんうん、あの買いました、あの野菜した料理を持ってきていいよってはい今度作ります、よろしくお願いしますっていう感じですね、はい、はいはい、公式 Facebook ページ美女の掟も解説していますので、こちらも、見てくださいね、コメントは Facebook ページやツイキャスにコメントいただければ番組内で紹介いたします。そしてスポンサーも募集しています。それでは免疫力の上がる番組をお楽しみください。オープニングはアムのラミエ、チェイスラチェンスでした。それでは CM どうぞ。マスクがめっちゃ暑い、暑い、うん、なんかさっきまでちょっと寒いなーなんて思ってたのが、うん、さてね、あの今日はあれなんか来週のテーマ決めてないんだよねあ、みっちゃんが来たらでしょ、だいバジルバジルってバジルってなんだろう、バジル美味しくなさそうだけどなんか一回悪が出そうでね困ったなただいまお聞きの放送は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です。時刻は8時7分です。今日の掟ですか、はいはい、防寒対策ということで、はいはい、今日なんか微妙な天気になっちゃったんですけど、ね、ここのとこ寒かったですよね。そうですね、うん、なんかね私今日暑いのか寒いのか分からなくて、うん、で薄着だと寒いし、そうそうそうね、上着ると暑いし、ね、うん、それでちょっとね中がちょっとノースリーブだったので、うん、今日のテーマにちょっとそぐわないんですけれど、うんうん、そうで、防寒対策だったんですけど、はい、その前にリーエとジャガーさんからコメント入ってますね、はい、私は愛する、私は息子が、なんで私な愛するっていうのが出てきたんでどこにも書いてないじゃん本当、うん、私は息子が冬休み明けからオンライン授業なので3食作るのめんどくさいってなって、ディディイーツ試してみました。昨日はどちらもサービス開始したばかりなので大幅割引ありました。皆様買いに行くよりお得かもってことで、あとは、はい、ジャガーさん今夜も
スタジオは2人だけどみんなで聞いてるので頑張ってくださいね。ありがとうございます。あ、もうすごい心強い。はい、トロンボンさんがバジルって料理の飾りみたいに置いてあるぐちゃぐちゃした葉物、いや、あの、あれはパセリだよね。バジルは何だろう、あのイタリア料理に多いのかな、オリーブとかって合わせると、うん、まあ、ちょっと香りも強くって、うん、いいんですよ。あの3つのところに食べに来てください。はい、はい、そしてコケコックハウスも、ディディイーツでデリバリーサービス開始してます。今月いっぱいはお得です。なんかね、サービス券とか発行されてますよね、うんうん、そうそう、なんかやたらと1日3枚くらいあの、うんうんうん、ポスティングされてるんですよ、うんうん、私もいただきたいんで、まだ、うん、まだ使ってません。そう、まだ使ってない、私も使ってません。うん、バジルはピザの上によく乗ってますね。ということで。そうなんですよね、ま、トマトとバジル合うんですよね。うん、はい、うん、あ、そうそう、その話をねしてたのよね。うん、来週のテーマは2月1日旧正月。ごめん、来週はあの1月31日です。3日は節分、4日は立春、テーマは、時節の話でも大丈夫じゃないということで、そう、だからね、みつこさんが来たらそういう話してみようねっていう話までまとまってたんですけれど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、来週は引っ張ってでも連れていきますので。クレームアイスの操作バッチリ任せてください。クレームアイスじゃないかもね。はい、はい、それで、よろしくお願いいたします。で、あの、はい、うん、デリバリー、うん、デリバリー、うん、うん、なさっきデリバリーの話切っちゃったから。あ、いやいやいや、大丈夫、大丈夫。はい、今週はですね、あの防寒対策なんですけれど、うん、あ、早速トロモンさん、うん、ヒートテック肌着に、着るとき、寝るときには電気毛布を愛用してるけど、今季の冬は何回使ったかな、そんなに使ってないって、うん、なんか今年が寒いんですよね、うん、だけど私今年なんか、うん、そういうの使ってないですね、うん、なんか私もね、なんかね、ヒートテック着ると、うん、めっちゃなんかあの蒸れて暑くなるんですよ、うん、だからヒートテック自体もともとから着ない、うんうん、で電気毛布も使わない。持ってないという感じですかね、うん、なんかマスクのせいもあるのか知らないけど、うん、私なんかこの、ね、2年間、うん、風邪ひいたことがないんですよ、うん、あ、私もないです。なんかね、どういうせいかな、なんかマスクの、ね、まあ、マスクもありますよね、やっぱりね、うん、てかね、私はもうマスクはできるだけ外しているんですけれど、うんうん、とにかくなんかこう切羽詰まってるんだと思います。あの、今風邪ひいたら何言われるかわからないとか、そういう風に、それもあるかもね、うん、だけどね、本当ちょっとしたね、あの、うん、風邪くらいのひいて、うん、本当はあの風邪をひいて体がこう、うん、まあ、強くなるっていうのかな、うんうんうん、それがこう、ね、自然の摂理なんですけれど、無菌状態にしてると、うん、あのちょっとした風邪ね、あのウイルス細菌にでもすぐやられてしまう、あの体になっちゃうので、うん、もうちょっと、うん、なんか考えてほしいな。そういうのあるかもね、うん、私もやっぱしちょっとね、風邪ひいたらいけないって本当に思ってて、そうそう、うんうん、なんか食べ物とかでも選んでしまったりっていう、うん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 、ほんと難しい世の中になっちゃいましたね、うん、本当、あの以前は、ちょっと、あの頭が痛いけどまだ大丈夫だって感じで平気で仕事行ってたのに、うん、今ちょっとでも熱が高いと休め。、うん、よくそれで会社回ってるなって思うんですけどね、はい、ということで、あの防寒対策なんですけれど、はい、まず私の方にコメントが入ってる前に、みっちゃんからですね、防寒は首周り足元をぬくぬくすることかなということで、うん、そうそうそう、私もそれね、うん、首周りってね、やっぱりね、うんうん、首をね、そうそう、首を温めとくとね、あの風邪ひかないって昔から言われてますよね、うん、そうそう、首の後ろの方から邪気が入ってくるって言われてますので、ここをあの温める、うん、特に夏
夏みんなね油断するけど、うん、私結構ね夏も、うん、ショール巻いてるんですよ、うんうん、ね、薄手のね、うんうん、だからそれで風邪ひかないのかな、うん、だから3つの姿って夏冬 ねノースリーブにショールっていうあの定番の姿があるのでそう、ショール結構いっぱい持ってます、うん、まあ私真似したわけじゃないけどショール最近というかねこの 2,3 年前からどんどん溜まってきて、うんうん、結構使ってますね。今日は黒なんですけど、ね、うんうん、必ずなんか巻いてますね、うん、そうね、はい、私の方にコメントが入ってきたので、熱いお風呂に入って体が冷え切れないうちに寝るとか、うん、靴下を必ず履くとか、うんうん、1枚多く着るとかということですね、うん、はい、あとあリーエーから来ましたね。防寒対策、我が家は1人1枚ホット座布団を、あ、そんなのがあるんだ、ソファーに置いています。ホットカーペットの小さいやつ、それに膝掛け、ブーツ型ルームシューズ。外より寒い家なので上はもこもこ着てます。あと今年はヒートテックのパンツを2本買いましたということで、そう、あの沖縄あるあるなんですよね、外より寒い我が家うん、まあコンクリートのあれだからこう、うん、なんかこう家の中がヒヤッとするっていうのがありますね。でジャガーさんからはヒートテックも電気毛布も意地でも使わないと思っています内地にいた時は、あ、そうそう、足回りと背中と首回りからの熱を逃がさないようにすれば寒くないですよ、うん、みーちゃんは、うん、ホットカーペットにしてからこたつはいらなくなりましたというかね、あのこたつは電気がいらなくなったあのこたつってね、あの最近あんまり見ないですね。見ないです ね、 ね、あの和室自体、畳の部屋自体が少なくなりましたので、うんうんうん、そっか、うちまだ今年カーペット敷いてない。うん、いつもは冬、ね、そろそろ寒いなって時にカーペット敷いちゃうんですけど、うん、今年まだカーペット出してないですね。だから寒いんだ今からね、はい、あと知ってるはずだが、布団の上から毛布をかけるとか、あとマフラーで首を温めるとかということですね。あとですね、防寒対策はですね、気合です気合で気合でねなればいいんだけれど、はい、トロンボーさん結構ね、うん、でも私もあら、ね、あの、うんうん、ダンスしてるんですけど、うんうん、やっぱりねそのねダンスしてる時ってね、うんうん、結構暑くなって暑いですね、結構クーラーつけてしまうんですよ、うんうんうん、確か来た時は寒いって思ってたのにね、うん、運動するとね、うん、だから運動が一番いいのかな、本当本当今ねそういう運動もできなくなってね、うんうん、体がちょっとなまってますけどはい、トロンボーンさん、はい、知り合いに防寒対策しない方がいます。下手したら今日あたりでも半袖でも汗かいてるかもしれませんどんな暑がりよという感じですごいですね。あと、あと豚の油を食べる、それって防寒対策になるのかな。まあ、確かにね、あの油、必要な油がないと寒くなるっていう話がありますから、うんうん、私もね、まあ、温めるためにあの生姜、とかね、よくいろんなものに使うんですけど、うん、まず前にねテレビでやってたのをちょっと思い出したんですけど、あの、うん、それまた実行してるんですけど、うんうんうん、ココア、うんうん、ミルクココア、うんうん、すごいこれすごいココアが体を温めるってことで、うんうん、それプラス生姜、うんうんうん、あのミルクココアに生姜を入れて飲むっていうの、スーパーにも生姜ココアってありましたよね。ああ、ありました、うん、飲んだことないんですけど結構温まります、うんうん、と思います。聞いただけで温まりそうと思って、うんうん、だからミルクココアやるときは生姜を自分で吸って入れるって感じでやってるので、うん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 、ぜひ試してみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、リエスから、仕事中寒いと思ったら踊るエアランニングする、寒い寒いと縮こまるより自分の脂肪を燃やさなきゃということで本当です、うん、ね、運動するといいよねやっぱりね、うん、じゃあリエもの、はい、ダンス復活させてもらっていや私が復活してないのに人に勧めるってどういうことよって感じ
いつ復活なるんだろうね、本当に。あとはですね、カイロですね、うん、カイロもね、あの安くて温まりもいいですよということで、うん、まあね、あの娘はですね、湯たんぽ、あ、ね、最近なんかね、うんうんうん、見直されてきてますよね、湯たんぽ、うんうん、ね、私がクリスマスプレゼントに買ったんですけど、うんうんうん、もうめっちゃ愛用してて、可愛、うんうん、い湯たんぽでした。なんかね、うん、最近ね、可愛いね、うんうん、あれ見せたっけ、うん、見してないけど、あの結構売ってるの見たんですよ。可愛いなと思って、そうなんですよ、あの、うん、羊年なので、うん、羊の湯たんぽを買いました。はい、あとはですね、レッグウォーマーなどでふくらはぎを温める、うんうん、腹巻きなどでお腹を温める、うん、足湯いいですね、うん、あとビタミンミネラルを取って体温を上げるのも良いかもです、うん、ってことですね。はい、あと足湯も一人いらっしゃいましたね、はい、あのバケツにお湯入れて足をつけるだけで全身ほっかほか、うんうん、足湯のバケツあるんですよ、あ、でも使ってない、やらなきゃ、うん、それとですね、私あの、うん、前に話したと思うんですけど、あのリンゴの健康法やってるんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかみんなね、うんうん、あの果物は体を冷やすっていう、うん、イメージありますけどね。だけどリンゴは温めるんですよ、反対に。そうなんですよね。そう、絶対食べてください、はい、ね、おすすめです。う、うん、リンゴ食べてるとシワも、うん、そう、シミもなくなります。はい、はい、ぜひぜひ試してください。はい、ジャガーさん、よく内地の友達から聞かれますが、え、沖縄でこたつって売ってるの？ストーブがあるの？湯たんぽって知ってるの？で、一冬過ごせば必要になると答えてます。そうなんですよね。そんな感じで慣れるものですよね、ということで。本当す、沖縄寒いって言ってもね、誰も信用しない。だって18度とかじゃないと寒いのって。でも北海道から来たお友達がいるんですけど、うん、本当に今はなんか寒って。寒、とっても寒がりで、びっくり、うん、ねえ、うん、慣れるもんなんですね。そうなんですよ、うん、もう人間ね、あの環境に応じたになってますので。冬場の寒さを感じなくなるのは、夏場に冷たいものを取りすぎないことだとも聞きました、ということで、みーちゃんですね、うん、そう、これとね、同じあの理論があってですね、うん、冬、あの夏に、布団をかぶって寝てれば、うん、その熱冬に持ってこれるからって、そうなんですか、うん、あの私ともう一人友達がやっぱり夏でも布団かぶる派がいたんですね、うんうん、でこの二人は、うん、あの冬場でも自力であの自分の熱で温まれるんだけど、うんうん、その兄弟が冷え性でですね、うんうん、あのいつも布団の中に潜り込んでくるって、冷たい足を突っ込んでくるとか言ってたんですけれど、あの、うん、それあるかなと思います、やっぱり、うん、で私氷を食べなくなったなっていうか、うん、噛まなくなったなっていうか、あ、それね、あの、うん、貧血の時は氷食べちゃうそうなんですね、うん、ね、よく聞きますよね、うん、私もだけどなんか体冷やすのもあれだなと思って、うんうん、最近なんかね、うんうん、冷たいの取る時も氷なしでお願いとかって、そんな感じで、うん、あまり氷を、そうですね、うんうん、私ももともとあんまり氷って薄まるからあまり好きじゃない。はい、あ、その方の武勇伝、本人も言ってました、真冬の北海道、うんうん、雪が結構降ってる中、半袖で外へ出ようとしてたのは仲間の方に止められていって、上から羽織ったけど体感は暑かったそうです。すごい、それはね、うん、雪が降ってる中半袖ではちょっと、うん、でもあの子供の国とかで、あの雪祭りとかやるじゃないですか、その時みんなあの地元の子供たち、結構寒い時に雪降らせるんですけれど、あの半袖 B さんでやってるから、まあそんな感じかもなと思いますね。はい、リエが超寒いお風呂に換気扇型ヒーター取り付けました、シャワー出しっぱなししなくても大丈夫になりましたよ。ああ、その本があるんだね。すごい、うん、確かにお風呂が寒いよね、うんうん、あともう一つね、これね、うん、あの内地の方なんですけど、うん、沖縄の温泉巡りっていうのが、うん、瀬長島、瀬長島ね、うん、龍神の湯、うんうん、茶谷町、うん、美浜チュラ、うん、
美浜美ら油、南城市なんか上行ったりしたりして、南城市エンジンの湯、そして、宜野湾市天然アロマ温泉、沖縄市中野、これは中野湯は銭湯じゃないですか、浦添市浦添の湯、浦添の湯ってあのジスタスですね、うるま市、池江島という、うん、確かにあこうやって考えると結構沖縄、あの温泉いっぱいありますね。はい、はい、まだあるんですけれど、あとですね、私向けに書いたんだろうなっていうことで、猫を抱く お孫さんのお守りとか孫さんを抱っことかですね、はい、そういったこともありました。そう、ね、子供って体温高いからね、うん、そう本当に、うん、うちの旦那もですね、あの次男とかに体温高かったので、うん、寒い冬の時、おいお前らお父さんにくっつけって言ってそんな時だけそうそうそう、湯たんぽ代わりにしてましたね。はい、うん、その方は超暑がり、旦那さんは超寒がりってことで、あその方って女性だったんですねすごいチューバーだなはい、まあ、いろいろと、まあ、寒さ対策いろいろと、ね、盛り上がっているんですけれど、そろそろですね、お別れの時間なんですよ。なんとまあ、信じられないという感じなんですけれどね。はい、あジャガーさんからも入ってますね、また、うん、沖縄の冬は、天気が良いと半袖で過ごせる日もありますが、天気の悪い時は極寒ですよね、うん、たまに言いますよ、冬の天気の良い日に泳いでる観光客気持ち悪い本当あのなんであの震えながら海に入ってるのかなって不思議、沖縄に来たからって言われても、うん、もう本当にね、まあ、いろんなあのお話聞かせていただきました。また来週も聞きに来てください。はい、ありがとうございます。はい、今夜のお相手はみっちゃん、みつとゆうりんでした。バイバイ、はい。